お疲れちゃんです。ナットです。そして、はい、ということで、ちゃんと挨拶してください。どうですか、気を気をです。お願いします。いや、視聴者さんには伝わったんですよ。はい、僕のこの目力で。あ、キヨキヨだな、こいつって分かったと思うんで。はい。で、先生。今日はですね、新10秒デッキをやりたいなと。新10秒デッキ思います。はい。ってことで、まあ内容的には、ガゴガゴのミラーからのクローンからのヒールみたいな。うーわ、感じで、もう一気にね、タワーを持っていくの協力バトルでやりたいなと思います。それ、とんでもない絵になりますよね、それ言ったら。やばいです、やばいです。クローンにヒールかけても、まあ、意味や、ね、あ、でもクローンの元素材にはかかるから。あー、なるほどね。じゃそれで一気にタワー持ってっちゃうんじゃないか説、はい、そういうことです。やっていきます。いきます。協力バトルか。はい、なるほどね。協力バトル筆記はちなみにもう準備はしてあるので。そう、僕一応ねラバーガゴ作りましたけど、はい、じゃあ僕ちょっとラウトさんに出します。はい、 OK です。お願いします。来ましたよ。やば。さあ待って、どういう感じですか。残り1分になって最後に奇襲かけるか、はい、みたいなのあるんですよね。そうですね。まあでも序盤からやっちゃっていいんじゃないですか。序盤からやっちゃうんすよ。はい。お願いします。あ、でも僕、あ、そっか。そうですね。ここ、あ、僕守ります。あ、了解です、了解です、了解です。これもうお互いね、はい、ギャングとか僕ら持ってるんで、その枯渇させていくんですよ。そうですね。例えばですけど、こういうやつでいいんですかね、こんなやっちゃって。やっちゃっていいです。やっちゃっていいです。あ、でもこれ相手呪文使ってこない防衛していきますね。キヨキヨさん、そうですね、ここでラバ展開、はい、右側か後ろかどっか、この辺で、はい、この辺いい感じにしといて、はい、ギャングも、あー、やっぱり、いや、もう無視でいきましょう。マジっすか。もう無視でいきましょう。やっぱりコウの影響じゃないですか。僕やっぱ3クラウン取ることに喜びを感じるんで。そうですね。その1個とかどうでもいいですよね、言ったら。どうせ守れないですから。ガゴ出しちゃっていいですか、例えば。はい、もうやっちゃいましょう。やっちゃいますよ。やっちゃって、やっちゃう、こういうところに、はい、で、出しちゃっていいですか、もう。あれ出しちゃう。やっぱ、これもうやりますか。やっちゃいますか。よいしょ。キヨキヨさんも、おぉ、ヒール。あぁ、あ、いやいや、でも、ラバハンドが生き残ってる。意外といい。意外といい。意外といい。あれ、なんなら追加したもん、追加したもん、なんなら。あれ、あ、やばい。やばい。これなんかクローンとか、あれか。これあれだね。いや、これ強いなぁ。キヨキヨさんもクローン持ってきてもよかったかもしれない。確かに。僕らちょっと多いかなと思ってね。僕持っていかないようにしたんですよ。減らしたんですけどね。意外と余裕でいりますね。いや、これ、あ、これいらんすか、これ。あ、助かります。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。めちゃくちゃ光ってる。めちゃ光ってる、そうそうそう。まあ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 、全然。することないんで。じゃあラバからね、まず右上からスイクラで。これもう、なんか勝てそうじゃないですか。勝てそう。でも相手ファイボヤっすね。そうなんですよ。よし。これももう3クラウンとかね。もういらないっすからね、これ。3クラウン芸人なんで僕ら。そうなんですよね。そんで、もう飾ってるんで、これ。こういう人がやっぱ彼女できないんですよ。言ってないですから、僕は言ってないですから。僕彼女いないんでね。これやばい。これちょっとやばめっすね。でもあれ、ファイボがやばい。よいしょ。うっ、来た。でもなんかいろいろ出してみる。いろいろ出してみる。いろいろ出して、おー、やばい、ミラークの人。よくわかんないこと、いろいろよくわかんないから出してみる。いろいろ出してみる。やばい。出したら、いや、でも出して、意外といい説ある。あれ、さあ、これ、あれ、さあ、気持ちヒール。気持ちヒールさ、いった。あれ、あ、これやばい。あ、これやばい、やばいかも。ちょっと、やばい。あれ、ちょっと、やばい。あれ、全然削れてない。いや、今、はい。事故です、今。事故でした。僕、クローン入れた方がいいな、これ。そうです、2枚。2枚クローン。いる事件。え、待って。今のこのラボはギャング読みとかですか。いや、とりあえず出しただけみたいな。とりあえず出した。はい、左か右かどっかに、そうっすね、もう出していきましょう。出して、ワンチャン、相手、ファイブ。相手ファイブ出した、これ出したで、ましたね、と。行きましょう。あなた出しましたね、と。やばい、待って、間に合わないかも。いや、これは。いや、これは。あはー。あれはね、あれはね。いや、惜しい。いや、僕、クローン入れるっすわ、そしたら。ですね、そしたら。めちゃくちゃいい。パピーの数も完全なことになった。やばかったっす、今。やばい。やばかった。クローンに来よう。クローンに来よう。まあ、いい感じのところに出していって。ギフターとかいらなかったっすね。確かに。なんか、僕らもタワーステイでしたもんね。そうなんですよね。僕もちょっとミラーを、ミラー使いました？ミラーもそんな使ってない。そんな使ってない。じゃあ、ちょっと、コウモリの群れとかはちょこっと。確かに。つけてみて。確かに。僕はもうミラーどうします？もうミラーもなくしちゃいます。ミラーでも確かにクローン
結構エリクサー枯渇しちゃいますもんね、そしたら。そうなんですよ。ミラーいらないんじゃないですか。もうね、じゃあ一旦廃止事件も、ね、一旦廃止事件でいきましょう。OK です。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。出しますね、そしたらね。ありがとうございます。協力バトル、友達と遊ぶラットさんと。よし、惜しいな、いけそうなんですけどね。いや、これいける。でもさすがに相手ファイボかポイズン持ってるっすよね。そうですね、そうなんですよね。なんならファイボの方がありがたかったですよね。ありがたい、ありがたかったですね。そうですね。うわ、ファイボだとか言いましたけど、もういっちゃいます、ね、もういっちゃいましょう。ここはもうちょっと重ねる方がいいですか、それともちょっと、まあ、ちょいちょいずらし、ちょい感覚で。うわ、これもう無視じゃないですか。やっちゃいましょう。もうはい、どうぞ。無視です、ね、あげます、あげます、いらない、もうリミッチだから彼女いない。だから関係ない、関係ない、これでももうこれもういっちゃいますよと。付け足すだけ、付け足するだけですよね。で僕黒やってきますね。はい、おいし、あ、危ねえ、よっしゃ、選挙戦ヒールだし、これでもやば、ファイボーなんか関係ないみたいな。関係ない、ヒールじゃなくてファイボーの範囲じゃ決まれない。いたちょ待って、やば、これクララリーグアジアで、これやば、もう一回ヒールしといた、もう一回黒、あ、黒いらんだ、これ黒いらんだ。あ、でも待って、パピーが、パピオくんが、あれ、これさては、ワンちゃんいた、ワンちゃんいく、ワンちゃんいく、ワンちゃんいける、いけいけ、この子いただけ、あ、いた、いける、待って、来た、あー、いや、これこのギャングいらん、このギャングいらん。いやでもこれはもう、これはもう勝った、勝った、チュッ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 と、やばい、やばい、これやばいっす、これ、あ、スケボーお願いします。いやー、いい連携、いいですね。待って、今めっちゃいい連携じゃん、完璧ですよ、マジで完璧ですよ。右と左分けて、本当に完璧、よいしょ、いいコウモリ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 。まあ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 、僕らスイングランしか見てないんで。そうなんですよね、もうこれ別に取られてもね、もう本当に。でもこれトルネードあると最悪ですね。確かにトルネード、ファルチェとか、いや、それ最悪だ、ファルチェやばい、通る気がしんないですね。でも僕クララリーグアジアでこう最初にこう協力バトルがね、その種目としてありますって聞いた時に、これトルネファルチェロケットゲーなんじゃないのって思ったんすよ。いや、僕もそう思いましたよ。そしたらまさかのまさか、全然違う、全然違うし、いろんなデッキが開発されて、やばいっすよね。いや、もうプロ、プロすげえって思いました。僕もついていけなかったっす。いやいやいや、何言ってるんすか。だって MVP じゃないですか、シーズンは。いや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 、もう偶然です。きつくないっすかこれ。あの、けどもう具しかないですよ、僕ら。そんなきついとか言ってる場合じゃない。あ、やべ、言って、あ、でも、あ、いた、おー、やばい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 、絵がやばい、絵がやばい、絵がやばい、なんかクラローじゃねえ、これ。おお、気づい、なにこれ、やばこれ、やばい、やばい、やばい、ゴブリンとかも苦労されてて、やばい、多すぎて、もう一回行きましょう。あ、てか僕は名前が、怪獣クラローやったんで。そうです、僕もなんかやってて、あれ、吸血そのためにやばいって思ってて、気負うか、気負う、気負う、再戦、再戦、触れるに触れれなくて、気負うか、完全に痛い人になってるじゃん、もう。やばいっすよ、やばいっすよね、これ。相手は、あー、すみません、すみません。じゃあもう、行っちゃいますか、行っちゃっていいっすか。お願いします。僕、次でラバ回るんで。え、これ、ワンチャンですけど、こう、協力バトルでクラウンをこう集めて、はい、宝箱集める人多いじゃないですか。あ、いますね、それ。いや、このデッキマジでマジで強いかもしれない。ありだと思います。しかもめっちゃ楽しい。そこなんですよね、なんかこの非日常感が大事っす、この楽しさ大事っすよね。よし、いやー、やばい、リサーこれやばないっすか。もうゴリ押しでいいんじゃないですか。ゴリ押しですよね、なんなら。あ、で、キヨイケさん、ワンチャンクローン、あー、やばい、最悪、クローン終わったタイミングで、あ、じゃあ、いや、めっちゃいいんじゃないですか。え、待って、やばい、相手ウィザードが、相手なんでこんなウィザードいいの。え、やばいやばい、ウィザード、やばい、ウィザード、ちょっと待って、ちょっと待って、そんな、なに、こんなことある、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと僕、どうしましょうか。もうだって、どうしましょうか。僕もどうしたらいいですか、これ、やばい、しかも、範囲攻撃、これこれ、僕らの動画がハッキングされてますよ、これ。やばいっすよ、これ、範囲攻撃しか入ってない、相手、やばい、これやばい、一回まあ、ターゲットを取らしてからのコウモリで僕が。あ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ最強、ハッピーハッピーハッピー。これやばいですね。マジっすか？ウィザード、ミラー、ベビドラみたいな。ワンチャンでもさっきの迫力でいくと、こう、なんていうんですかね。もうウィズとか関係なしに、そう、ゴリ押せそう。ゴリ押せそうな気もします。そうなんですよね。さっきオーブンとか相手敵置いてましたけど、オーブン一瞬で破壊できた。全然関係なかった。そう。問題がトルネードですね。やばっ。あ、でもテスラのミラー使ったから、これはもうちょっと一旦行ってみて、行ってみて様子見で、もうクローン、僕も、ああ様子見で、やばいやばいやばい、いや、いいヒールが、いやいや、待って、ウィザード、いや、いや、これマジやばい、ウィズ最強カード、
さてはで、これベビードラとかつけてくるんですよね。で、バルーンも来てやばい、僕らもどうにもできない。マジ、え、僕も思ってるし。ちょ、待って、これはずるくないですか。これはね、ずるい。これずるいけど、ワンチャン、このワンチャン両サイドに、あー、確かに、いちいちで、お、いい、意外といい、お、待って意外といい、いやいや、ウィザードワンチャンは、ミツ、そっち裂いちゃいましたね。そうですね、いきますか。残念ながら、これあと30秒でキング持っていくみたいな、せつせつ、奇跡、よし、相手ちょっと悲しいんじゃないですか。奇跡、あ、やばい、待って、ウィザードがなんかめちゃくちゃ来てるんですけど、いや、これ逆にウィザードそっち使っちゃっていいんですかって話、やばい、防衛、あ、待って、え、あいや、惜しかったな。いや、惜しい、いや、でもウィズ相手持っててもワンチャンありました。ワンチャンありました、ワンチャンありました。で、リベンジラストいきますか。リベンジラスト、ワンチャンね、ワンチャン今ちょっと悔しいですか。今そうなんですね、勝って終わりたい。確かに、いや、今のはもう、死んだらもう、あれ、もう相性負けです、確実に。今のは死んだ、確実に。あれは、でも僕らの所定なんもないですね。そうなんですね。なんならちょっとこう、ワンチャンザップとか使ってくれて、おお、いや、これゴレがどれぐらいのスピードで解けるかですよ、これ。確かに、もう一瞬で、一瞬ですよ、マジで。お、ファルチ、うわ、まあ、逆サイに裂いたんで。確かに、これどうします、これどうしましょうか。あ、うわ、これ僕が、うわ、これ例えばですか。あ、いや、もう優秀です。で、左、右にガゴムできます。いっちゃいますか、いっちゃいますか、どんどん。いや、いい位置です。でも、これこれもいっちゃうんじゃないですか。確かに、これ何だろ、これも、あの、黒いきます、黒いきます、あったら、あ、待って、ガゴが、ガゴが、ガゴ、ガゴ追いついて。いや、でも待って、これ僕もクローンでいきますよ。一緒にやっちゃいますか。一緒にやっちゃいますか。これワンチャンスリークローン一斉にいきます。いきますよ。あっ、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 かわいい、かわいい、かわいい。いや、でもワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンある、ワンチャンある。いや、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 いてー、こいつ、いてー、痛い。え、待って、でも今回もちょっと結構骨のある、そう、いい相手ですね。で、トルネがだって一瞬ね、出発行っちゃいますもんね。そうなんですね。で、エレキとかもあったんですけど、まあまあ言うて、まあまあまあ言うて、言うてリードしてますからね。出しちゃいましたかと、そっち。これどうします、もう右行きます。いや、もう右で OK です。あ、そっち行っちゃいましたね。とゴレ、あ、そっち出しちゃいました。8ヤードですよ、8ヤード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 で、絶対ゴレの後ろにベビードラとかつけたいんで。はぁ、もう12ヤード。これコウモリとかを出しとけば、これにベビードラとかファルチを、確かそれ熱い、美味しい、そう、美味しい、あげる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 。ファルチはワンチャンゴレ寄せませんかね。いや、いけそう。あ、もう行っちゃいますか。ちょ、行っちゃいますよ、ね、行きましょう。いや、ファルチ来ましたが、苦労して、ヒールも、この、この、この数、この、もうね、ファルチの幅じゃないんですよ。いや、なんか、え、あれ、ワンチャン突破できそうだけど、あれ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 あれあれあれ、ね、あれ、ね、あれ、あれ、やばい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 、全然、あれ、ちょっと、なんか、ちょっとあれあれでっていう。相手なんでこんな範囲攻撃持ってるんですかね。いや、多くないですか。これちょっとキヨキヨ選手たちのこれもうメタまであるっす。あ、いや、あれ、いや、ワンチャンスキル、あ、来た来た、防衛、防衛クローン、防衛クローン、防衛クローン、いや、クローン強い強い、あー、惜しい、惜しかった。いや、でも途中で、ね、あった、見せられてよかったっすね。そう、惜しかったな、惜しかった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 、めちゃくちゃ惜しかったっす。いや、でもね、はい、ウィズとやっぱファルチは超えられなかったんですね。そうなんですね、確かに、まあ、そこいなければでも余裕でした、ね、でワンチャン、はい、あの画面の3分の2ぐらいガゴム、ガゴムレじゃないですか。やばかった、一回勝った時やばかったですよ。一回勝った時やばかったです、うん、どうなってるか分かんなかった。相手の陣地全部ガゴみたいな。いや、ほんとにやばかった、マジでやばかったすごかったっすけどね、圧巻だった、あれは。はあ、ということでですね、今回コラボさせていただいたキョウキョウさんのチャンネルリンク概要欄に貼っておくので、チャンネル登録してない方はぜひお願いします。あの、コラボ動画で、そうです、ラットさんの彼女が登場しました、ありがとうございます。あ、まだアップされてるかわかんないそうですですけども、キョウキョウさんの方の動画で、はい、ちょっとね、いる、ちょっとやばい動画彼女さん、ありがとうございますちょっとね、失礼しました、彼女さん、面白い動画があってるので、ぜひそちらも見てくださいということで、終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。